矢原ひろゆきは偽物霊能者です。偽物霊能者です。彼が矢原ひろゆきが出ていた答えてちょうだいとか天国からの手紙とかで霊能者としてのね、その活動を映した番組とかをやっていましたが、これがね、ちょっとね、説明するのに、矢原ひろゆきが偽物だというのを説明するのにね、まあ、いい題材になるんじゃないかなって思って、ここを挙げますか。まずね、その死んだ家族の、生前の写真ですね。生前の写真とか、死んだ家族が心霊写真として写ったっていうね、やつもね、その写真とかもね、番組内で上げられたりしていたんですけれども、このね、心霊写真というのは、この心霊写真というのは、矢原ひろゆきが偽物霊能者ということ。でね、もう、こういう具体的にちょっと言っちゃうことになってしまうんですけれども、相談者の中でね、ほとんどが仕込みなんですね。矢原ひろゆきのやつも仕込みだったとね、ちょっと私もね、騙されていて、矢原ひろゆき側のね、存在に騙されていて、仕込みだとね、ずっと気づけなかったんですけれども、私があのね、高い存在に言われることによって分かるようになったっていう。ちょっとね、私があのにね、気づかされることによっては、ちゃんと分かるようになったっていう。でね、まずね、人間というのは、人間じゃなくても、動物も植物も、表現っていうのがあるんですね。表現。表現っていうのは、みんな表現されていて、漫画でね、嬉しい時とかは顔の周りに星マークとかで表現したりしてますよね。あとなんか悲しい時はドヨーンとしたなんか棒線とか波線とかを頭のあたりとかでね、描いたりして、あと黒い感じでね、塗ったりとかしてるでしょ。で、幸せな時はなんか丸となんか波線と丸みたいなやつでポワーンとした感じを表現したりしてる。ああいうやつが実際ね、人間とかも動物とかも植物とかもあるんですね。で、起こる出来事によってその表現っていうのは変わってくるんです。で、この天国からの手紙とか答えてちょうだい時のね、相談者と矢原ひろゆき側のなんですけれども、このね、演技するっていう時はね、この表現がないんですよ。演技してるから、本当のことじゃないから、本当の心によってその表現っていうのは発生させているので、少しの割合ならね、演技バージョンで発生させるっていうのもあるんですけれども、これがね、ないんですよ。本当に発生させることができる人は、まあね、そういう俳優とかなってらっしゃるんですね。なってるんですね。やっぱその表現ができるからね、リアルっぽく見せることができるから採用したいとかでね、俳優になってるのかな、なってるのかと思いますけれども。で、この矢原ひろゆきの相談者、表現がゼロ、みんな包まれてる。で、みんな棒読みで言ってるし、棒読みっていうかね、あれもね、ほんとね、おかしいですよね。ちゃんと見てくださいね。録画してる方とかですね。まずね、その霊視能力がなくても、説明でね、私の説明で、おかしいなとね、伝えられることですね。だって表現、ないので、その表現がないので、みんなね、淡々としているんですよ。涙を流してるっていう感じのね、
素振りとかはやったりしてますけれども、あとそういう雰囲気をそれなりになんかもトーンダウンしておけば悲しいみたいな感じを出してるのかなってやつで、ただね、これをやってるのが本人がやってるだけじゃなくて、江原啓之側にそういうね、操るのがいるから、そういう操るのが相談者となっている仕込みの方たち全員に入ったりとかして、操ってそういうエネルギーを与えているので、で、そういう感じ、相談者って感じ、雰囲気になれるんですよ。江原啓之にはそういうのがいるから。か、もしかしたら、ちょっとテレビ番組でやっていたので、テレビ局にそういう霊団がいて、その霊団がやってたのかもしれませんがね。でね、なので、そんな感じで、まず表現がないというのと、包まれている、そういう演技をする存在によってみんなが包まれているっていう、この2つが、ここどの相談者もここあるんですよ。たまにね、本当の相談者っぽいなっていうのも、本当の相談者だったんだろうなっていうのもありますけども、ちゃんと言えてないですね、そういう時の井原裕樹もね。待ってす、で、でね、家族のことに言われてるけどね、家族の、ね、死んだ家族のことに対して言われているのに、もっと衝撃を受けろよとかね、反応が鈍い人たちばっかりなんですよ。おかしいでしょ。こんな人間いないでしょ、普通の世界で演技してるから。で、おかしいと思わないのは、そういう世界に入り込んでいるから、入り込ませている存在がいるからおかしいと思わない。ね、江原啓之の見たことありますか？答えてちょうだいと天国からの手紙。実際のね、実際の相談者も天国からの手紙だと、大阪の2005年の大阪のね、事件のやつで、そのね、亡くなった方の家族の方が出てたのありますけど、あれはね、本当だと思うんですけど、あそこだけね、あのところだけね、他の相談者と感じが全然違うんです。あのね、他のと、その、そこの事件のね、遺族の方のやつをね、見ていただければ違いがわかると思います。他のやつとね、他の相談者との違いが。で、そこのね、その大阪のやつじゃなくて、その他のね、仕込みのやつだと、だからね、ドキュメント番組とかあるじゃないですか。みんな普通の人ですよね。大家族のやつとか、あと深夜にやってるドキュメントのやつとか、みんな普通の感じですよね。そこら辺にいそうな、出会いそうな、実生活で出会いそうな、こういう人いるなってやつで。でも、江原啓之の相談者、みんな変でしょ。いや、感じ的にはね、見た目とかのやつでなんか普通の人って感じありますけれども、みんな変でしょ。あんな人間いないでしょ。あんな、家族のこと言われて、なんか、言われてもなんか、棒読みみたいな感じの、トーンがない。衝撃とか受けてない。淡々となんか話をこなしていく人たちばっかりでしょ。あれが仕込みだから。ね。それを見抜けなかったっていうやつですね。だから、テレビだからね、こんなんだろうなって思わせてるのもあったんですよ。江原啓之側が。あとね、特徴があって、やっぱりね、そういう番組、心霊番組、霊能者の番組っていう作る面において、作る番組になっているので、心霊番組とか霊能者っていうのを表現する番組っていうやつでやっているので、みんなね、なんか名探偵コナンみたいなね、感じになってるんですね。その仕込みの場合、仕込みでやってる時の場合は。まずね、相談者が江原啓之なしで霊のことを分かっているんです。こういうことがあって、こういうことが起こって霊障な感じがするんですとか、もう江原啓之が言う前から自分で言っているって。で、江原啓之が
まあ、ほとんど結構ね、そうです。で、やってますって、っていう流れになったりとか。で、とりあえずね、そうやっても、なんていうの、相談者の方が、霊がいるって超言ってるから、霊を実感してるって超言ってるので。で、だから霊視能力がない人が見ても、あ、相談者がこう言ってるんだが、こんな普通な感じの相談者が、いや、見た目が普通なだけで、ね、振る舞いとかなんか普通じゃなくても、見た目がちょっとごく一般的な芸能人とは違ってごく一般的な感じの人たちが言ってるから、で、信じるようになるんでしょうね。で、あとね、相談者がみんな実感してるんです。江原博之が、ここに霊がいるって言ったら、いる感じがするとかね、毎回言ってるんですよ。なんか温かい感じがするとかね、実感してるっていうのをわざわざね、言葉にしないですよね、普通ね。心の中で、あれそうかもって思っても、わざわざ言葉にして言う。これがね、おかしいでしょ。仕込み、テレビ番組。ってやつで、あとね、もっと言えるのは、天国からの手紙の仕込みの方だというと、みんなね、相談者の方の亡くなった人の家族の死ぬ前の写真とか映像とか、これが、撮り方がね、みんなうまいって私側のね、高いのが言ってるんですね。私側の高い側の存在が言ってて、本当に言われたら撮り方うまかったって、こんな撮り方ないな、こんな写真の撮り方普通の人ではできないなってやつで。いや、ほんと、プロカメラマンが撮ってるやつ。だから配置とかね、写真のバランスですよね。普通もっとね、なんか引きで撮ってたりとか、引きで撮ってたりとか、ちょっとね、右に寄ったりとか、左に寄ってるとか結構あるじゃないですか、写真で。ちょうどなんかみんなね、写真が真ん中に写ってるんですね。ちょうど真ん中に収めてる。あとね、写真のバランスが超ベスト。アップ具合とか、ね。アップすぎないし、引きすぎないし、ちょうどいい写真ばっかり。この写真で言うとそこなんですけど、あとね、動画で撮ってるのもある。動画の映像もあるんですけど、動画の映像もね、撮り方がプロ。普通のホームビデオじゃないでしょっていう。ね、腰じゃ、胸のちょっとした、おへそと胸の間から、頭の上の30センチぐらい、20センチぐらいまでの、とりあえずベスト。洗剤で使うような撮り方でしょ、あれ。ね、洗剤で使うような、CM で使えそうな映像ばっかりで撮ってる。この撮り方もプロってやつで、これからね、ここらのやつがね、そういうところを意識して見てもらえたら、ね、私、電子能力ない人でも、そうだなって思える。そうだなって思える感じになると思いますね。どんな感じになると思うと、私側のね、言ってます。で、言われたらね、私も、そういう言い方ですれば、まあ、信じてくれるかなとかね。で、江原博之そんな偽物だったんだなってやつで。でもね、こっからちょっとね、深いバージョンになって喋っていきますが。あと他にも何かあったかな、そうやって言えること。で、イタコさんの場合とかで、イタコさん、相談者の方が勝手にね、イタコさん状態になって、自分に入ってる霊のことをそのまま自分で言うっていう。もうそれ、江原博之なくてもやれるじゃん、そんな状態なら。そういう状態に江原博之をさせることができてるのかっていう。で、そういう流れだったら、まあそれを言っとけばいいんでしょうけどね。そういう流れも言わないんだ。じゃあ、言った方が徹底できるのに言っとけばよかったじゃんとか思いますけどね。で、そのね、イタコ状態で相談者が霊の思ってることを喋ったりとかね、叫んだりするの結構あるんですけど、これね、叫んだりするバージョンのやつはね、江原博之よりちょっと前の世代のね、霊能者とかね、やってた番組のやつでも、みんなね、なんかね、霊に入られた人ってね、
叫びまくってるんで、叫んでる時の感じが全く同じような感じ、みんなリアクションが同じ。これが私側に言うには、そういう番組が流行ってたのが、まあ、2000年代前半ぐらいまでで、そういうね、そういう入られた人、イタコさんになった人がそういう叫び方をするのが80年代のドラマとか映画の影響が大きいって言ってるのがいて、80年代とかね、なんかオーバーリアクションが多かったっていう、オーバーリアクションが求められてたってやつ、そういう80年代にそういうイタコさんのね、ブームの番組始まったのかな。ちょっと私、時代的にその頃の番組がわからないんですけど、90年代ぐらいからの記憶しかないんですが。で、80年代ぐらいからその心霊番組が始まったってやつで、で、80年代のその頃流行ってたノリをそのままやり続けることによって、そういうね、心霊番組でイタコさんになってる時の状態っていうのは、そういうね、叫ぶ感じのね、全部同じ流れ、同じトーンの番組作りになって、だからもう相談者も解決の仕方も全部同じ みんな同じで、霊能者が言うことを相談者が否定しないし、相談者が言ってることを霊能者が否定するのはあるんですよ。で、その後またね、相談者が信じるような発言をする。こういうやり方をすることによって、その霊能者が本物だっていうね、感じを作り出しているっていう、こういう番組の作り方があるみたいですね。で、これをやっている江原博之は偽物霊能者です。答えてちょうだいとか、天国からの手紙ですね。これはやらせ番組でした。ただね、相談者の中で本当の相談者もいたみたいですけれども、ちょっと待ってください。死んだ霊というのは、死んだ瞬間のエネルギーをつき続けてるんですね。死んだ霊というのは、死んだ時のエネルギーを、死んだ時のね、エネルギーをつき続けているので、冬に死んだ霊は冬のエネルギーをつけていているので、なんかね、寒いなーっていう、でもね、ないね。冬でも、お風呂の中で死んだ霊とか、暑いところで死んだ霊とかいるんですけど、そういうのはね、なんか暑い感じに思ってるんですけど、その夏の暑さじゃなくてね、お風呂の中の暑さみたいなね、っていう、ほんとそのまんまの感じでね、いて、まずね、こういう季節のこととか、あとね、朝、昼とか朝に死んだ霊は、そういう昼とか朝の、ね、見た目なんですよね。そのね、重くてなんか暗いのがあっても、重くて暗いのに包まれていても、その中でね、見える景色というのがあって、そういうのが朝死んだのは、その朝の感じのね、明るさのやつで、昼になってくるとまた昼の感じになってきて、で、夜になるともう夜なんですよ。夜だけど、外で死んでる例ってね、今の、いや、なんかね、室内で死んでるのいるじゃないですか。夜で暗いけど電気をつけてるみたいな感じの。そういうのはそういう感じになってるんですね。なので、死んだ霊というのは、死んだ時の、瞬間のエネルギーっていうか、そういうのを放ち続けるんですね。放ち続けているんです。まずね、ここがね、ポイントですね。ポイントで、で、江原秀幸の、そのね、天国、どれ、そうですね、特定することになるので、そのね、出てた方もいるのでね、そこを、どれが、どの人のがどれかとかも言いませんが、相談者ですね。江原秀幸がそういう霊能者として活躍してた番組のやつの相談者で、相談者のね、亡くなった人が、心霊写真として写ったっていうのがあるんですけど、とかね、この心霊写真ね、亡くなった人なら、私がさっき言ったように、死んだ時のね、
エネルギーを尽きてないとダメでしょ。尽きてるはずでしょ。なのに、その心霊写真をそういうエネルギーでもなくて、もうその場のエネルギーを放っていました。その時の、死んだ時の、別じゃなくてその時の世界、その場所の、そのね、写真してる時と同じエネルギーを放っていたので、このね、心霊写真についてね、江原博之が待ってもそうですっていうやつで、そうですっていうやつで、江原博之が心霊写真についてそうですっていうやつで、なんですけれども、撮影してる場所とね、同じエネルギーを放っていた。で、そのね、心霊写真特集とかあるんですけど、やってた時もあったんですけど、それを見るとね、その写真、やっぱね、合成だなってやつで、実際のその写真の場所と別の場所で撮ったやつで、それを貼り合わせてるっていう感じのね、結構そういうのがね、まあ、心霊写真のやつでは、江原博之のやつでも多かったです。今となってわかることなんですけれども。で、こういうことと、あとね、最近私が神道に対の内容について語っていますが、死んだ人というのは、魂と魄っていうやつで、神様側のやつと、生まれた本人側みたいなやつのね、魂と魄が分かれるんですね。神様側のエネルギーはつけてないんですよね、死んだ霊というのは。なのに、その心霊写真の方は神様側のエネルギーもついているので、そういうエネルギーついたのは心霊写真ではなくて、生きてる人が写ってるっていうこと。死んでる人はね、そうなるのでね。生きてる人は神様側の魂でしたっけ、魂と生きてる側の、何だろう、魂、死んでも存在する側の魂の魄っていうやつで分かれて、それが魂と魄が2つ合わさることによって生きてる状態になっている。で、死ぬとね、分かれるのでね、この神様側のやつのね、魂のやつがまだついてる状態っていうのは死んだ人ではね、ないんです。だから、この魂っていうのついてる心霊写真、これはただの合成、生きてる人を写した合成写真になります。ちょっとね、前置きが長かったんですけども、ね、聞いてない人いるでしょうね。まあね、タイトルね、これね、もうタイトルはね、1年後ぐらいにね、江原秀幸が偽物の証拠みたいな感じに変えますから、これ動画覚えてたら、忘れてそのまんまにするかもしれないですけど、今回の動画は一応ね、私のチャンネルの中で今まで作った中で一番ね、力が入ってるっていう、で、私の、ここまでね、やってきたっていうのが、江原博之に対してね、喋り続けたっていうのが、やっぱり江原博之に怒ってる存在がいたからで、いっぱいいたからで、その怒っているのがただの霊とかそういうのじゃなくて、やっぱね、それなりに高い階層になっちゃうんです。映像を見せることができたり、思いを伝えることができるような存在たちですよね。こういうね、番組をね、見ていると、心霊のやつを見ていると、とってもね、ハマっていくんですよね。なんでハマっていくんだろうと思ってたら、やっぱね、昔から江原博之側のが私に入って、そういう江原博之の霊とかじゃないですけど、そういうね、江原博之を成長させていくとかね、洗脳させて、信者を増やすみたいなのがいるんですよね、江原博之に。で、そういうのが来て、来ることによってハマるんですよ。でね、オーラの泉とかもやっぱやらせなんですね。やっぱ出てるのが芸能人ばっかりだから、演技できるからああいう風になってたかって、私騙されてた。ってなくてね、ちょっと私が、こっからが
ちょっとね、真剣に言えバージョンになるんですけど、真剣に言えバージョンになるんですけど、私があのやつでね、もう江原博之がどういう存在なのかを完璧に言わないとダメっていうのがいて、これがね、分かりづらいんですよね。何にも分かんない人じゃない感じがあるんですよね。それなりに分かるとこあるんじゃないかなっていうのが私の見解なんですけど、私側のでね、もう江原博之は全部が偽物、何も分かんない存在だと言えっていうのもあるんですけど、やっぱね、江原博之が言ってるところで合ってるなって思うのが何個かあって、やっぱオーラの色は合ってる感じね。合ってるわ。もう江原博之がどういう霊的エネルギーの人をこういうオーラの色っていうのもう私ももう覚えてるので、それは同じ感じに見えるので、オーラは見える人なんだろうなっていうのがまず一個あって、あとね、幽体ずれてる人ってやつ、本当にそれもそのまんまで私も見えるので、これも合ってる。まあ、今のところ2つは完璧わかる人なんだろうなってやつ。でね、霊がこういうことを言ってるとか、守護霊が言ってるってやつはもうね、その霊どこにいるのっていうのが多いから。多いっていうかね、もうこれ全部偽物。これはね、私がのやつと私で思うのもあるんですけど、これはもう、江原博之は霊が全然見えない人。まあ、これがガチになりますね。霊が見えない人でね、答えてちょうだいとかの天国か手紙とかで霊がここにいるよってやつ、あと相談者に入ってるよってやつ、実際にね、黒いのがいるんですよ。黒くて重いの。ただこれが本当の霊ではなくて、いる時とね、やっぱいない時もあるんですけど、私が見るにね、でもね、ちゃんと見えてると思うんですけどね、私そのね、霊がいる時にいる存在が霊ではなくて、そのね、相談者のデータでもなく、相談者自体が作りだから、シナリオだから、霊いるわけないじゃん。でもね、そういうある程度わかる人とかに向けて、やっぱ江原博之側でいるんですよ。洗脳してるのがいるって言ったじゃないですか。江原博之側で、スピリチュアルを広げるとか、江原博之を成長させていくとかね、信者を増やす目的を持った存在がいると言いましたか。こういうやつでスピリチュアル系はね、灰色の存在がいるんですけど、このね、心霊番組系のやつでね、黒がいるんですよ。黒の本当な、なんかね、なんでしょう。やっぱ新教神道とかにいるようなね、黒。神っぽいけど神じゃないような存在。このね、黒がいるんですね。江原博之のその答えちょうだいとかの心霊番組をやってる時、霊能者として対処してる時に、ここに霊がいるっていう時に、霊ではなくて、その新教神道の神かよく分かんない存在が毎回いるんですよ。で、もう使い回してるっていう感じで、どの相談者の時もその新教神道の霊がいる。霊じゃないかも、あれ神かよく分かんない存在がいる。で、その存在が見ている人にもう来て、江原博之がやってることが本物だって思わせてくるんです。で、私も思わされて、江原博之って本物だったんだなって思ってた状態になってたんだっていうのがね、やっと分かるような感じになりました。で、そのね、オーラの泉をこの子言ってくるんですけど、これね、仕込みなのか、完璧に仕込みっていう感じのところと、そうじゃないやつで、実際のゲストだったんだろうなってやつの、このね、あってね、ここになってくるとね、もう、どこまでが本当のやつか、どこまでが偽物、嘘を言ってるのか、ちょっと分かりにくくて、ちょっとね、もうここは、もう言えないんでね、ここはちょっと言わないです。もうめんどくさいので、もう、そうやって、で、江原博之のどれが正しいのかっていうを言うぐらいだったら、もう私がね、その人を見て、この人はこういう背景があるからとか、こういうのがね、こうなってるのがいる、こう思ってるのがいるみたいな、そういうのを言った方がね、私バージョンで見えることを言った方がね、もう正確性が、私で見えてることを言ってるだけになってる。それの方、そ
江原秀幸が何か正しいかを見るよりも私で見ていった方が楽。見えてたので、見えないことは言わないので。江原秀幸に見てもらってる人、普通じゃないから、普通の人間性じゃないから、そんな人間いないから。で、あとね、話になんか迷ったりとかするんかないんですよね。シナリオだから、言わされてるから。もう、淡々と棒読みでずーっと言い続けて、井原博之が言い続けて、言われた後ね、相談者も棒読みで返事をしていく。そうなんです。井原博之が言ったことに対して否定する人ってね、いないんですよね。ね。仕込みだから、そういう番組設定を作っているか。ね。おかしいでしょ。全部丸呑みする人しかいないっておかしいでしょ。まずそういう世界になってること、その番組の中が。その違和感に気づいた方がいいです。そんな人間いないから。あと話もちょっと迷ったりとか、あ、やっぱ思ったけど、やっぱ今の違うとかね。そんなんあるも普通でしょ。で、否定するのもないでしょ。全部が正解っていう番組作りになっている。で、そのね、全部が正解ってやつで、それほど分かる人なんだって思わせてる存在がいる。教派信徒のやつかな。江原博之とかスピリチュアルのやつかな。いるから。そのね、二つのセットで、江原博之はここまでね、昔ね、もう昔っていう言い方の方がいいかもしれませんが、まだ井原結構いますよね。ここまで成長してきたってやつです。で、最後になんですけれども、私のね、ちょっと霊的背景、霊的っていうか背景の縁で、勘三郎、中村勘三郎、18代目中村勘三郎がいるとはずっと言ってましたが、やつで、大竹しのぶさんのね、動画も少し前あげましたが、のやつで、中村勘三郎側と私側の、じゃあ違う、中村勘三郎側のと、大竹しのぶさん側のね、背景の存在が、昔から私から来てたのあったんですけど、私に来てるのがあって、いうのと、なんかね、コミュニケーションがあるのかな、そっち側の、向こうの世界の中で仲がいいっていうかね、その親戚とかわかんし、そういう親戚とか、まあね、人間で言うと親戚みたいな立ち位置でね、コミュニケーションあるんですよ。で、こんな中で、明石家さんまさんですね。明石家さんまさんも、中村勘三郎とね、その番組を出たりとかもありましたが、中村勘三郎と仲が良かった、大竹しのぶさんと結婚されてたっていうこともあってか、その、明石家さんまさんが番組をやってる中、何でしたっけね、十数年前ですよね、十数年前に、TBS のね、ゴールデン番組でしたかね。それで、江原博之がね、ゲストに出たことがあるんですね。TBS のやつの番組で、江原博之がね、ゲストに来たことがあって、ペテン師とかね、ペテン師とか、偽物霊能者までは言ったか、ちょっと記憶ないんです。とりあえずね、ペテン師って言ってたのは記憶あるんです。で、その言ってる時の、言わしてる存在がいるなってやつで、その言わしてる存在が知ってるんですね。知ってるっていうか、私にいる存在なのかなってやつで。これが私がよくね、チャンネル内で言ってるババアっていう中の仲間なんですね。で、そのババアっていうのは偽物でもないので、ちゃんとわかる側の存在で、偽物を霊能者を作り上げるための存在ではないんですね。で、そのね、ババアたちの仲間が、今年ですね、江原博之に言ってるとかも言いましたが、もう当時から思ってたんだろうなってやつで、このね、明石家さんまさんが江原博之に対してね、
ペテン師とか言ったやつの、あの言い方ですよね。あれね、さんまさんおかしかったですね。ああいう、さんまさんってああいう言い方をしない人で、ああいう人格じゃなかったのに。ね。急にああいう感じになる。あれは、そのね、はい、私が言ってたババアっていうような背景が、さんまさんを操るっていうか、そういう感じで言わした時だから。だからその時、そういう、ああいう感じになったんだろうな、さんまさんはってやつで。